大丈夫大丈夫、うん、嘘嘘、冗談、もっと聞いてこれくだらないネタを身につけました。2メートルね、すごい面白かったです。1メートルあれば大丈夫、2メートルあればより安心。ごめんね、くだらないことばっかりしてね。多分見ててもわからん、昨日何回も見てたんだけどね。今夜からやろうかな。あ、調べていいよ。なんで怖くないよ、ビリッとこないよ、ビリッ。嘘。なんかあんま乗り気じゃないかし。最近お年頃なんです。はい、お年頃だもんって言われるのが一番嫌なんですよ、本当。子供一枚だけお靴握ってポンポンってやるとなんとなく強い。もうどこにやるかというと僕のジャケット。うなずかなくてもいいよ、大丈夫。久々、うん、のこの反応。ね、もう一回やるね。今夜見に来ておまじなくてとやっぱりケーどこにいたかというと僕のキャベツ。すごい、すごい。あーどこ。見破られちゃう。すごい、すげえ洞察力。じゃあ2枚使って。今度は見破られないんですよ。おーとか言わないところがちょっと。2枚使って10秒で終わるからね、じっくり見ててね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これわからなかった。あ、この子はわからないとき腕が振れます。ちょっと納得できなかったこと。納得できない、いや納得できないこともう一度やろう。4枚ですと今日1日いるの、夕方まで、4時まで、終わるまで。だったらね、途中で退屈になっちゃうだろうから、ちょこちょこマジック見に来て。ありがとうございます。ずっと同じことばっかりやるから。そのうちちょっとなんか分かってくるかもしれない。分かってきたら今度学校で友達にやってみせたい。4枚のコイント、4枚のカード、この4枚のコインの上に1枚ずつ置いていきます。そうするとまだ1枚ずつコインがあるでしょ。これが一瞬でパッと映ると面白くない？ちょっと面白いでしょ。このコインも一瞬でパチン。最後にこのコインはもうない。なぜかというとこっちね、ちょっと面白かった。あ、よかった。すごい。でカード出したからね、せっかくカード出したからカードマジックやる。あ、でもその前に今何年生？5年生ね。学校楽しい？あ、そう、僕も5年生の頃あんま楽しくなかったかな。だからね、今度は輪ゴムのやつやろうかな。輪ゴムのやつがいいかな、女の子向け。黄色い輪ゴムと青い輪ゴム、これ見たことあると思うんだけど、引っ掛けるよね、こんなふうにね。これが一瞬でゆっくり離れていくとちょっと面白くない？あ、動画で見た。じゃあ動画で見てないやつやろうかな。あ、そうだったの、そうだったのか。じゃあね、これ今度は輪ゴムであやとりをします。どんなこう、どんなもの作るかという。あやとりやったことある？あ、何が作れる？わかんない。で、僕は輪ゴムであやとりするんだけど、作れるのは一つだけ。はい、これなんだ。お星様。あ、ね、人手です。嘘です、お星様です。なんかちょっと今ピクッと目が怒ったような気がする。すいません。でもこれだけだったら簡単な感じがする。だからもうちょっと難しくしちゃう。お星様って可愛くない？ね、でもね、これだけだったらあやとりなので、これからがちょっとマジック的な何か。この状態から流れ星を作るんだけど、輪ゴムで流れ星ってどんな感じかイメージできない。じゃあちょっとやってみようか。作文は一見にしかずです。ワン、ツー、スリー、はい、流れ星。うん、うなずかれてしまいました。人差し指出してごらん。ほら、人差し指です。はい、じゃあこれお土産あげる。おしまい。